輪島市の輪島高校でも入学式が行われました。新入生は去年より14人減っています。今日は県内の全日制公立高校40校、定時制公立高校6校で入学式が行われ、輪島市の輪島高校でも76人が式に出席しました。式の中で平野聡校長は、今できることを精一杯やって未来を生きるために必要なことを学んでくださいと新入生を激励。これに対し新入生代表の高橋里井さんが、私たちはくじけません、多くの方々からいただいた温かい言葉を支えに励みますと宣誓しました。無事に迎えられてよかったです。とりあえず3年間頑張って輪島で頑張って生きていこうということで、はい、決めましたね、2人で今年度は県内の全日制と定時制の公立高校合わせて46校に、昨年度より162人少ない6775人が入学しています。